安全グループは東京23区部3地区を営業地域にしていた運行車両数約640台のタクシー事業者である。1960年に板橋区坂下で創業した安全工業株式会社が母体。2004年からは安全板橋株式会社、安全品川株式会社、安全新宿株式会社の運営市会社を束ねる。 安全グループ株式会社として再編された。2007年に投資ファンドのバリアントパートナーズへ株式が譲渡され経営権が同社に移行。代表取締役社長も創業家一族出身の大田正彦からバリアントパートナーズの本村正秀に変わった。2010年12月にバリアントパートナーズが保有する安全株すべてをキロメートルホールディングスへ売却する。 株式譲渡契約を締結。2011年1月に国際自動車グループ参加となり、2014年までにグループ全社が国際自動車株式会社板橋、新宿、世田谷へ社名変更したため安全グループは消滅した。安全グループ標準塗装車黒塗りハイグレード車2012年3月16日より車両を自社仕様から、 国際自動車仕様に順次更新を行ったため2013年現在では全廃となったが以下の仕様並びに営業上の特徴があった。ありがとうございます。